モンゴル系民族、モンゴル系民族、マングルズ、モンゴル文字、マングル、キリル文字は、モンゴル高原、現在のモンゴル国と、中華人民共和国の内モンゴル自治区を合わせたものに、ほぼ一致する地域にバカルコ公安令の一帯と、バイカルコアルタイ山脈の一帯を合わせた、地域、中央、ユーラシアに居住するモンゴル諸語を母語とする民族。大雑把な人口の内訳は、 モンゴル国に200万、中国、内モンゴル自治区に400万、ロシアブリアート共和国に20万である。詳細に見ると、モンゴル国では、人口、約253万3100人のうち95%、約241人は、モンゴル族、2004年統計年間であり、中国には、約1000万人、内モンゴル自治区に約400から500万、 それ以外の中国内に約500から600万のモンゴル族がいる。現在のモンゴル国にあたる外蒙古とは内蒙古と共に新朝時代につけられた呼び名で現在も世界的に使われる用語である英語でアウターモンゴリアと呼ぶ。しかし新朝側から見たこの故障はモンゴル人に嫌われており、モンゴル人自身では北、あるモンゴルと称している。また、 モンゴル国の8割弱がハルハ族と呼ばれる、モンゴル系の民族で占いられているため、ハルハモンゴルとも呼ばれる。モンゴル国は世界で唯一のモンゴル人の独立国家であり、人口は256万人2005年、そのうち8割弱がハルハモンゴル族、残り2割強にその他モンゴル系、テュルク系民族の16部族が居住する。言語は、 アルハモンゴル語が標準語で、文字は1941年以来切りる文字であるが、民主化後は古来の縦書きモンゴル文字に戻りつつある。現在中国領である内モンゴル自治区は、新朝時代に内蒙古と呼ばれ、もともとはモンゴル帝国北元の中心地でジャハルモンゴルの支配域であったが、17世紀に清に編入されて以降中国領となっている。現在もなお、 ウチモコと呼ばれているが、上記の理由から、モンゴル人自身では、南、オボルモンゴルと呼ばれている。人口は、モンゴル国の外、モンゴルに対し、モンゴル系モンゴル族が1割であり、残り8割が漢族で占められており、文化的に、漢化が進み、モンゴル語を介さない、モンゴル族もいる。文字は、伝統的な縦書きモンゴル文字を使用する。 中国の新疆ウイグル自治区にはかつてオイラトのジュンガル帝国の子孫であるオイラド族が居住している。姉化、甘粛地方にはイスラム教徒であるドンシャン族、バオアン族が居住している。ロシア連邦のブリヤート自治共和国にはモンゴル、五北部方言に属するブリヤート語を話すブリヤート人が住んでいる。自治共和国の総人口は97万人、2005年であり。 そのうちの半数はロシア人である。ブリヤートとはロシア風の発音で、もともとはボリアドという。ブリヤート人は十二から十三世紀頃、森の民、オイン・イルゲンと呼ばれ、モンゴル北部の森林地帯で狩猟と牧畜を営んでいた。1207年、チンギスカンの長男女子によって、モンゴル帝国に編入されて以来、 モンゴル民族となり、その影響でチベット仏教も広まった。17世紀よりロシアの侵入が始まり、1689年のネルチンスク条約によってロシア領となる。1920年には赤軍により極東共和国が建てられ、間もなくソ連領となり、1923年にはブリアートモンゴル自治共和国に編入され、1958年には 現在のブリアート自治共和国に解消された。また、カスピ海北岸のカルムイク自治共和国には、上記のオイラド族と同族である、カルムイク人が住む。カルムイクとは、ヨーロッパ側からの呼び名であり、自称は、やはり、オイラドという。自治共和国、の人口は29万人であるが、カルムイク人はその半数以下である。カルムイク語はモンゴル語西部方言に属し、文字は、 縦書きモンゴル文字を改良した、とど文字を使用する。中国の春秋戦国時代から新代にかけて、内モンゴル東部満州西部に住んでいた、遊牧民族。山恵比寿などと共に、ツバメの北に位置し、それぞれ分散して、谷合いに居住していた。旗の始皇帝が中国を統一した頃、東古は、北方で兄弟となったが、郷土の牧突前雨の侵攻により、東古王が殺され、 その国は滅んだ。後に、東湖の生き残りで、ウガン山に逃れた勢力は、ウガンとなり、センピ山に逃れた勢力は、センピとなった。郷土の撲突前雨によって、東湖の国家が滅ぼされると、その残存勢力は、ウガン山やセンピ山に逃れたため、それぞれウガン、センピと呼ばれるようになる。ウガンは、早くから、郷土の進化となっていたが、 強度の坪広し全宇、古典帝前右、在位。紀元前85年、紀元前68年の時代以降、反復を繰り返すようになり、五感の時代になるとその進化となり、五感の国境警備に当たるようになった。戦費も前感時代は強度に属していたが、目立った動きはせず、五感の時代になってから五感に対して反復を繰り返すようになり、来た。 京都の清掃後のモンゴル高原を占拠し、断石炎寿の時代には大帝国を築いた。断石炎寿の死後は、部族が分裂し、卓抜部、母謡部、右門部、南部といった勢力が生まれ、五個十六国時代、南北朝時代をもたらした。従前はもともと戦費卓抜部に属していたが、卓抜部が中国へ移住後、北儀、校舎などを吸収して、モンゴル高原で勢力を拡大し、 カガンを中心とする遊牧帝国を築いた。従前はたびたび中国北部の卓伐市の王朝北儀や俗民である高所などと衝突したが、6世紀の中頃に単鉄奴隷である特決によって国を奪われてしまう。吉炭は4世紀から14世紀にかけて満州から中央アジアの地域に存在した反応、反北の民族。吉丹、K、豆曝郎。 失意は、東部、戦費の流れを組むとされており、その言語は同じであるとされる。吉丹は十世紀に、リ律アボキの下で国家を整備し、王朝、領を築いた。1004年には、北宋と千円の命を結び、北宋から領へ、莫大な財貨が毎年送られるようになると、経済力をつけた領は、東アジアから中央、アジアまで勢力を伸ばした強国となった。 しかし、寮の上層部は、次第に堕落し、内部構争も激しさを増したため、1125年、女神族の王朝金の侵攻により寮は滅ぼされた。その余生は、中央アジアに逃れ勢量、唐木隊を建国した。失意、喫艦とも中国支所には、唐湖の子孫であるとか、戦費の子孫であると記述されており、失意の一部族猛骨失意、猛虎部が、 後のモンゴルであることから、これらの民族系統は、モンゴル系と推測される。しかし、大失意などは、言葉が通じないとあることから、すべてが、モンゴル系というわけではないと言える。中国の歴史書に、失意の一部族として、盲骨失意、盲ガブという漢字名で記されたのが、モンゴルの書室である。十一世紀になると、モエ国にという表記で、漁氏に登場し、 両帝国に長考していた。この頃のモンゴル部族はバイカル湖畔に住んで煽り、その頃の指導者はトンビナイセチェンと考えられる。1125年、女神族の金帝国が両帝国を滅ぼした頃、モンゴル国の初代官となったのはトンビナイセチェンのコカブル官であった。彼は金朝に長考した際に罪を犯したり、タタル部族と抗争したりしたため、 次のアンバ外ンの時にその恨みが返ってきて、アンバ外ンは、金朝に処刑された。その後を継いだ、クトラカンは、アンバ外ンの仇を討つべく、モンゴル諸子族を率いて、金朝に攻め入り、敵軍を破って、多数の略奪品を持ち帰った。これによって彼は、モンゴルの銀融詩人が熱愛する英雄となった。クトラカンの後、モンゴルのカンは、空位となり、変わって、 クトラカンのいにあたるイエスゲーバートルが、キャン氏族と二ショ氏族を取りまとめた。イエスゲーバートルのコテム人は、周辺所属を取りまとめ、1206年にチンギスカンに即位し、イエケモンゴルウルス、大モンゴル国を建国した。通常この政権を、モンゴル帝国と呼ぶ。モンゴル帝国は14世紀になると、東アジアの元朝、南ロシアのジョチウルス。 西アジアのフレグウルス、イルハン朝、中央アジアのチャガタイウルス、チャガタイハン国の4国に分かれ、一種の世界連邦を構成した。モンゴル系民族がユーラシア全土に広まったのはこの時代と言ってよい。元朝が1368年に、漢民族の王朝に打倒されると、モンゴル民族は中国を捨てて、モンゴル高原に交代した。通常この政権を北原と呼ぶ。 しかし、モンゴルに支配されていた漢民族の政権である明朝では、猛虎とは呼ばず、だったんと呼んだ。北元政権では、ハーンの王党が不安定であり、クビライの王党であったり、アリクブケの王党であったりで、常にオイラト部族により擁立が頻発した。一時は、エセンハーンというオイラト部族の出身者がハーンに即位。 したが、モンゴル部族出身のダヤン・ハーンの中高によって、オイラトは打倒され、新たなモンゴル帝国が再構築された。17世紀、ダヤン・ハーンの一族によって打倒された、オイラト部族連合は、モンゴル西部ジュンガル盆地におり、その名手はドルベト部で、ドルベト部の左翼を担っていたのが、ジュンガル部であった。やがてオイラト部族連合は、モンゴルのハルハブを破って、独立を果たしたが、 新たなオイラド名手保守トブで内乱が起こると、オイラドのトログート部は内乱を避けてはるか、ボルガカ藩へ避難し、これが現在のカルムイク人となる。保守トブの内乱を収束し、新たな部族長になったのが、グーシハーンであった。彼は、チベット仏教のゲルク派を擁護し、摂取として青海に本拠を置いた。これが青海保守トブとなり、現在のオイラド族となる。一方、 名手がいなくなった、オイラと本国は、ジュンガル部族長のバートル本退治に任され、ジュンガル部が新たな名手となり、次のガルダンハーンの代でモンゴルを破って、最大半島を実現、ジュンガル帝国と呼べる政権を築く。1755年、新朝の侵攻によりジュンガルの帝国は崩壊し、その支配下に入ったが、天然島の流行によりジュンガルの移民はほぼ、全滅した。後に、 無人地帯となったイリー地方に、ボルガカ藩から一部のトルグルト部が帰還した。これも現在のオイラド族となる。ダヤンハーンによって、再構築されたモンゴル帝国は、左翼のチャハル、ハルハ、ウリアンハイト、右翼のオルドス、トメとヨンシエブのロクトゥメンに分かれ、やがて現在のモンゴル国にあたる地域には、ハルハ系のチェチェンハン部、トシエトハーン部、ジャサクトハン部、 サインのヤンブが形成され、新朝の支配下に入ると、ソトモーコと呼ばれた。現在の内モンゴル自治区にあたる地域には、ジェリム名、ジョソト名、ジョーダ名、シリンゴル名、ブランチャブ名、イフ、ジョ名、アラシャンオーロトブ、エジネトルグートブなどが形成され、新代に内モーコと呼ばれた。諸説あり、確証はないが、わずかでもモンゴル系民族とされている民族を一家に、 上げるモンゴル系民族には Y 染色体ハプログループが C に系統が高頻度に観察される。5おさむき